感謝いたいです。お正月の準備はできてますか？お正月の飾りを説明します。10夜の飾りの後、まずに紙を置いていきます。神様に来てほしい場所に、いや、あと飾ってください。何点は演じます。稲は食事です。食と陽気の神です。一年の豊かな食を意味しています。猫柳はしなやかな一面を表しています。水仙は水の中から守る意味です。皆様お飾りして楽しいお正月を過ごしてください。良いお年を。